はい、皆さんこんにちは、本日もマウンテングラフィック始めます。よろしくお願いいたします。で、今回につきましては山の種類というところをご説明したいかなと思っております。で、ちょっとこの動画見ていただいて、山っていろんな種類があるんだなってちょっと思っていただきたいです。で、もちろん難しい山とかもあるんですけれども、最初に行きやすい山であったりとか、あれ、これロープウェイとか使っても行く山とかあるんだっていうところの、まず体系的にご紹介していきたいかなと思っております。で、やっぱり山ってとっつきづらいとか、これから始める人ってどう始めたらいいのかわからないっていうところも多分あるかなとは思っておるんですけれども、この動画をちょっと見ていただいて、あ、意外と山ってこういう種類があって行けるところもあるんだな、みたいな感じで、思っていただけたら、嬉しいかなと思います。で、今回は、この、100万人の山と自然安全登山2020ハンドブックっていう、全国山の日協議会さんが出している、いろいろ小屋とか、登山ショップとかに置いてあるものなんですけれども、ちょっとこちらを参照に、やらせていただきたいかなと思っております。では、早速行きたいかなと思ってます。楽しみ、このまま、チャンネルはこのままでお願いします。じゃあ、行きます。はい。で、ちょっと山の種類の前に、ちょっとこちら見ていただきたいんですけれども、登山の前、登山中っていうところで、4つの点検、知っておきたい9つの危険っていうところで、いろいろ図があります。で、ちょっと今回登山前の4つの点検のところなんですけれど、4つの点検っていうと、体のコンディション、健康ですかであったり、ちゃんと動けますかとか、いろいろ書いてあります。で、その次に出てくるのは計画を作っていきましょう。で、3つ目として装備のチェック、そして登山計画の共有、こういう順番になっているんですよね。なんで、ここはちょっと、違う次の機会とかっていうところでご説明ができたらなと思っております。それでは実際に山の種類についてちょっとこちら見ていただきまして、実際に四季の自然を楽しむ山歩きっていろいろ書いてあるかなと思っておるんですけれども、一つ一つ簡単に説明します。で、一番下に書いてあります、里山ウォーク、春、秋っていうところになりますと、これ日本全国にある里山、裏山、小さな山っていうのを里山っていうんですけれども、そういう里山っていうところを時間とか関係なし、山里の風景とか見ていくっていうのが、里山ウォークという、里山ですね。一番低山というところです。で、その次に来るのが低山ハイクっていうところで、こちら里山ウォークに近いんですけれども、ほぼイコールです。おそらく低山ハイクっていうのはよりちょっと有名で、登山道とかも整備されていて、より多分里山より登山っていうところに向いてるかなと思っております。で、ここにつきましては、季節の同じ里山なんですけど、季節によって、全然雰囲気が違かったりするんですよね。秋は紅葉、夏は新緑、そういったような四季をいろいろ見れるっていうところで、まず多分入るっていうところ、山の種類のところで登りやすいっていうと、多分この低山ハイク、関東だと高尾山、福岡だと宝満山であったり、そういったようなところになってくるかなと思っています。で、上の方に書いてあります、夏山高山縦走っていうのは2000、3000メートル級の、稜線を歩くっていうような形です。やっぱり、ここがすっごい綺麗です。で、やっぱりこの夏山高山ウォークってなると、やはりしっかりとしたやっぱり準備とかももちろん必要なんですけれども、意外とこの初心者であったりそういった人でも行ける山っていうのは多々あります。そこについてまた触れていきたいかなと思っております。で、こちら側ですかね、手前側に書いてあるスノーハイキングっていう、雪山ですよね。で、やっぱりなんか雪山って怖いイメージ、雪崩があったりとか、寒いなとか雪すごいなみたいなイメージあると思うんですけれど、雪山のところでもスノーハイキングっていうところから、本格的な厳冬期の雪山っていうところ、またランクが変わってくるというところです。で、今回ここで押さえておきたいのが、多分一番最初に行くところとして、この低山ハイクっていうところと夏山の高山縦走で、夏山の高山縦走につきましては日帰りで行く山であったり、ロープウェイで行く山っていうところが、おそらく多分とっつきやすいかなと思ってます。逆に一泊二日であったり小屋泊を要するところについては最初に行くところではないかなと思っておりますので、この章では言わないんですけれども、皆さんにおすすめの日本全国の山々、初心者に向けた、こういう山がありますよっていうのはまた別の機会でやりたいかなと思っています。なので今回話したいところとしては、里山ウォーク、低山ハイク、夏山高山縦走を、雪山で、スノーハイクから厳冬期っていうところ、いろいろあるっていうところだけ、まず覚えていただきたいかなと思っております。で、今回の章は本当に簡単に、山って言ってもいろんな種類がありますっていうことだけをちょっと伝えたかったっていう回なので、これちょっと終わりにしようかなと思っておるんですけれども、次回、多分これが一番皆さん気になるテーマ、初めて山行く人の装備、ギア、
っていうところ、まあ、どんな洋服着ていけばいいのかな、どういう靴で行けばいいのかな、それに合った山ってどういうものなのかっていうところを、2つに分けて説明したいかなと思ってます。本当にまあ先ほど説明した、まあ、里山低山っていうところの、装備と、高山での日帰りでの装備っていうところ、やはり大きな違いが多分出てくると思いますので、ここをまあ、対比しながら見せていくっていうところで、あ、まあ、装備一言で初めて行くってなっても装備が違うんだな、でそれは山の種類が違うから違うんだなっていうところだけ分かってほしいかなと。はい、じゃあ、今回、駆け足になりましたがマウンテングラフィックを終了したいと思います。本日もご清聴いただきましてありがとうございました。